すごい。面白いです。僕がここにあったの見てないです。僕も本当知らないですけど、でもなんか、どうもです。どうも今日ドバですね。ちょっと待ってください。何、俺と二人そんな怖いガシガシになっちゃいました。声が声がガシガシなんだけど、俺と二人になるのが嫌だ。いや、そんなことないですよ。何、嬉しいです。嬉しい、はい。私視聴者じゃないか。視聴者の皆さん、またくだらん企画なんですけど、今から資材置き場行って、はい、まあ、あいつは多分そこか、バカの女もそこ、バカの女もあと、底辺の女もそこ底辺の存在の女もそこまた戦えるか、従業員に対してそれは言えるでしょっつって。何の企画だったっけ、忘れちゃった。ドバに行って、ああ、そう、底辺のもを騙すって。底辺のに、はい。金ばらまいてろかな、思って。また、そっか。湧くなぁ。はい。封筒だわ。これ。収書好きだろ。お前見たことねえで、お前ら。これな。やば。現金。これ本物っすか。本物だよ。これ偽物持つのに捕まるじゃねえか、お前。偽物持って、お前。偽物持ってキャバクラ行ったら捕まるじゃねえか、お前。これね。まあ、いくらかはちょっとわからんだけど。とりあえずそうそう、まあ、会社の金だけど、別に会社の金だけど、はい、まあまあ会社が全部俺のもんだもんね、 100% 株主は。そうですね、結論俺の金だな。顔映ってるよ。これ映ってます、映ってます。俺のかっこいい顔映ってる。映ってます。どっち、これの方映ってる。あ、そっちの方が映ってますね。そう、デリアルの顔かっこいい。1から10でいったら1000かっこいい。嘘、お前それ嘘っぽいでアウト。お前もうパンチ。な、足から込んでいいぞ。まずですか。また。わかりました。じゃあ1から10でいくつ？万です。万？はい。1000でお前で。お前嘘っぽいんだよ、お前。もう本当怒るぞ。まあいいよ、生涯で足から9上げてるわ。ありがとうございます。奥ですよ、やっぱり。奥って言って、また視聴者いただけるんだろう、お前。これね、視聴者の皆さん、まあ、俺が考えたのは、はい、まあ、ちょっとくだらんかもしれんけど、ちょっとさっとさ、まあ、仕事帰り、今6時24分だけど、これさ、現金、はい、これをこうやって置いといたらとかにな、はい、取材機前のそこら辺に、はい、持ってくかどうか単純にそれでいい、この企画使える。全然使えますね。金物言うのあって、まあ、ほんであの必ず会社の金庫には入れてないから、泥棒こんねえね、前来たけど、あれ捕まったんですよな。あ、そうなんですか。そうそうそう、名前まで聞いたんだけど、名前変な名前で全然違うやつかな。変な名前。いや、俺知ってる従業員かなって言って。ああ、元、はい、だからコメントにもあったじゃん、元従業員だろうですよなって。まあそうです、知っとったもんね、金庫一直線みたいですもんね。違ったな。求人道場なんか、あれあれも本当みんなやってよ。まあもうつくけど、はい、求人道場、そこで求人、あの面接して、はい、決まりました、採用決まりました、コメント欄に来とったよ、ありがとうございます、求人道場で無料でやってるから、はい、出す側にとっても本当に今メリットなんだわ。何もリスクないですもんね。何もリスクない。なんでもっと早くやらんのかなと思うよ、みんな視聴者の皆さん。これ親方、一人親方とか聞いてんだったら、で人おらん人おらんって言ってんのにね、それすらもできんのに、それ成功できんわと思うけどな俺。ついてないですね。だけど、どこに隠れとくかだよな。これ。これ誰も見ねえよ。ここ閉まっ、開いてるけど。え？誰も？誰か。え？あ、おるな。あ、おるじゃん。確かにおるじゃん。それ、お疲れ様です。どうしたん？いや、道具探してるんだけど。待っとるよ。やばいっす。俺の無芸がけさ、暴れた、閉じ込めたな。まあでも、1台で、はい、あの、すごい、いくらかしらで、1枚たぶんあいつは抜いても分からない俺。とりあえず、なんでこれ、俺本当の財布、俺の財布だってな。はい、はい、俺買う時に言ったもん、最低100万以上入らんと財布買わないもん。
そしたらこいつもバカかなと思ったけど、どうだろうだって。じゃあ俺結構いるんだわ。なんか給料とか、まあ、今ほとんど現金なんで持ってないけど、だってこれ封筒に入れちゃってるけど。ちょっと見せてください。今日笑えるな。これがまあ、これ置いてたらどうする？普通盗むよな。常識ある人でも多分盗みますよ。これだな。まだ倉庫でも誰も入ってなかったろ。はい。ちょっと行ってみようか。静か。はい、ちょこちょこ行ってみて。社長何しに来たんだろうねみたいなノリで行くんじゃない。まあ、ちょこちょこ来るみたいなノリで行って。忘れたっぽいとこいいですね。どっか適当に置いて忘れちゃったっぽい。これですよ。これ、はい。これ偽札じゃないですか。いや本物だろ。普通に。ショウ、でこんだけ話しとこう。いいっすか。さすがにまずいだろ。泣くぞ多分普通に。じゃあ社長が登場するまで、わあ。逆ドッキリみたいになってくる。下手すぎですね。ちょっとあそこのカメラは。そうあそこのカメラ。しかもそんな大金とあそこのカメラは下手すぎる。さすがに。さすがに痛すぎるだろ。どうする？ていうか、やばいことに気づいたんだけど。はい。だってこれ、モニター見えねえじゃん。椅子のタイミングに行くよ、ほら。だよね。朝がなった俺は視聴者皆さん、そら俺もバカだって言われるわな。つまらんけどね、もうあとやっといてよ。はい、あとやっといてよ、もう帰るわ。なんだみげえな、待つっていうのが一番苦手だよ。とりあえず待機座で敷いておいてみようか。わかりましたな。じゃあ上行くぞ。はい、リンゴ、ごま、ごま、まあ、2文字でアウトやて。3文字シートに決まってるやんか。子供ちゃうぞ俺は。大人やぞ。リンゴ、ゴリラ、ゴリラ、はい、ラクダ、ダナが一つしかないからダメ男だろ。一
つしかないもん、それ答えは。ダメ王だろ、王だから何一つしかないだろ、それ俺が求めた答えは一つしかないだろ、俺の好きなやつ。お尻ですか。お尻、それも正解だろ。女って言うかやばいな、ほんと眠たい。デラマックやね、視聴者皆さん。ここ取材置き場、電気一回全部切ったのか、うん、電気ついちゃったけど、カードは残っていた、カードは残ってるよ。髪の毛は残ってないけどカードは残ってるわ。なあ、真っ暗の中でお前と二人でなんか楽しいな、修学旅行来てるみたいじゃん。なあ、お前ちょっと思いますね。なんか好きな子とかいるの。ああいるの、お前いるの。僕好きな子います。嘘。はい、どういう子、かわいいの、どれぐらい、1から10で言ったら。1000ですね。1000。1から10で言ってるだろお前。で置いて出てたけど、ああお前あっただろう。いや、元は本当します。まあもうバレバレだって、もうお前ら顔見たら。いやいやいや、でも疑いがあるのは、先にミッチー君があったもんで、僕は後から入ってきたんですよ。お前見て、僕はここにあったの見てないです。いや俺最悪あっちだと、はい、あいつ持ってく可能性あるから、こっちを置いたもん。お前だったらね、まず。いや違うんだよ、あいつ。まあ俺もお前を 100% 信用しとるけど。いや、ああ僕も本当知らないですけど、でもなんか、最近なんか資本金がどうのこうのって言ってたじゃないですか。多分資本金の方に入ったんじゃないですか。窃盗品なんだよ。僕ら持ててないですけど。お前、だぜお前、これカメラ回っとるぞ。僕ら持ててないですけど。カメラ設置しようぜな。マジっすか、マジっすか。うわっ、そんなところにカメラあったんす。気づかんかったですね。全然気づかんかったから。いや違います、僕です。わっ、僕何だよ、何だよ、僕の金だったらあります。ああ、じゃあ、お前の金だし。あ、そうか。いや、臨時ボーナス上げたんですよ、正直。ね、どういうの。いや、みっちー君からもらって、七色の名前で臨時ボーナス上げたんですよ。領収書まで書いてもらったんですよ。いや、いいって、何だって。もうつまらんで、めんどくせえな。はい、ガチっすか。顔が怖い、顔が怖い。これな、まあ抜いてねえだろうな。はい、どこ行ったら俺もかっこ悪いな。まあそうっすね。まあ抜いてねえだろうな。まあ信用してください。でお前も信用できる。じゃあ私俺パッと来て、はい、ショーとお前じゃん。はい、まあ行ってな。はい、お前んとこやろうと思ったの。ちょっと抜くかなと思ったの。もうどうせこれ企画だろうなと思ってって、はい、一人前だったら抜くよ。もうこれだってどう考えても枚数が合ってないじゃん。合ってない。もう適当な感じだよ。合ってないようなもんっすよね。うん、合ってないよね。あ、もうどうせこれあの帯とかついとったら盗まんだろうけど。はい、帯ついてないもんね。こいつだったらちょっと多分2、3枚抜くなと思って。なあ、もう抜いていいの。抜かんの。抜いてないです。はい、じゃあチャンネル登録でいいねお願いします。よろしくお願いします。はい、おでみです。